すごい。すごい。ピッチが何でないで、力がめっちゃ入る。ありがとうございます。今日は振り返り道場。はい。トレーニング部指導です。そうです。3人の。タレブ指導で、はい、坂本さんに教えてもらいながら、はい、トレーニングは20年以上やってる僕がちょっと教えていこうかなと思ってますんで、はい、お願いします。はい、お伝えしてもらうのエクサフィット、はい、店長さんです。はい、エクサフィットの荒川です。よろしくお願いします。お願いします。皆さんね、楽しく行ってください。よろしくお願いします。ありがとうございます。それではレッツゴーエクサフィットマンバーガーシティの荒川です。マシンはね、最新鋭のもの揃ってますけれども、女性とか初心者とかそういった方でもすごくね、運動を楽しくできるような施設になっています。不安にね、思わずに、やはり一度体験、それから見学にお越しください。よろしくお願いします。僕もバイトします。ポカリ飲めますか？あ、飲めます。よかったら。じゃあいい。チコ飲んでいただいて編集してるけど。はい、じゃあ、トレーニングで一番大事なこと、はい、まず最初のストレッチ、皆さんストレッチをしてください。関節をちゃんと伸ばして筋肉をほぐす。はい、まずここから全然やったことない。同じ状態で胸と背中を伸ばしましょう。そう、はい、胸はこういうところの器具を使ってこういうふうに伸ばしてあげる。ちょっと体を冷える。そこを足もぐーっと筋肉を伸ばしてあげる。足も一応やってるけど、先生ちょっと腰が痛いので、まず基本になることベンチプレスかけてもらいます。いただいて、左手を合わせるの、顎のライン。顎のラインで、これがちょっと低いので、もう1個ぐらい当ててもいいですね。顎のラインに合わせてもらって、とりあえずバーだけでやりますね。バーだけでやったら、ゆっくり下ろす。1、2、3、4で下ろす。そしたら1、2で上げる。1、2、3、4で下ろして、1、2で上げる。運動。だから下ろすときに息を吸ってあげる。この感じ。スーッと吐く。しっかり吸ってあげて、しっかり出してあげる。で、あとはもうここの自分が使ってる筋肉をちゃんと意識しながら下ろしてあげる。で、下ろす位置。胸のこのところのリグラインっていうの。乳首ちょっと下。乳首めがけて、じゃあ誰から行きましょうか。まずフォームから見ましょうか。色感だよ。足は足はもうこのつけたの。つけたの。で、足をね、もうちょっと奥イメージで行こう。はあ。で、腰をちょっと浮かせる。はあ。このイメージ。で、1、2、3、4で息吸いながら、はい、耳めがけて高いよ、ちょっと高い。もうちょっと低い。そうそこのラインで、まっすぐ上げる。そう、うん、フォーム切れ。はい、フォームめっちゃ切れてる。これにフォーム切れとかあるんですね。これにフォーム切れとかあるんですね。これはオンバークに軽いのでこれだけで20キロの重さがあるんです。これにプラスで伸びるんですよね、だったら。大体、次指か中指ぐらいに合わせてあげる。で、このまままっすぐ。そう。このライン。こっちにか、来たかい。こっち。このまま。まっすぐ上げる。そう。フォームが一番難しいよ。息。傾けて。
最短人間ってね、もう酸欠状態になるときは吸うことを忘れてる。あそうですね、力入れる、力入れるときどうしても止めちゃうから、吸うことを、だから吸ってあげることを意識すると勝手に抜けていくから、吸うことだけ意識したって。ゆうじ君もちょっと一回ホームだけやってみようか。チクビマンのホームみたいな。チクビマン、チクビマン、誰がチクビマン。あ、いいね。ゆうじ君やっとるよ。いや、全然やってないですよ。俺、本当ですか。はい、なんかリュウさんがすごい軽々しいんですけど軽々しい。自分の力を知るという意味で何キロまでやれるかやっていきましょうか。5キロ刻みで。5キロ刻み、10キロ刻みでいいですか。じゃあ今40キロにします。30キロにします。30キロは軽すぎるだろ。軽すぎる。止め具をきっちりつけてくださいね。安全バー自分の胸の位置これで落ちたとしても全然知れてる。限界までできるわけ。ギリギリまで。すごい。これ40パンプアップしたスタートは60キロ。意外60キロがスタートだけど、まあ、今日は40キロで多分40なら上がる。いや、アンチ何枚分ですか。40キロだとアンチ3枚取ってる。職業病が出てるんですけど、皆さん上がるかよ。それも上がらなかったら上がるよ。ほら、重いと大変なことになってる。崩れてますか。うん、もう今ちょっと重くしただけで腰を上げろっていうことと足の位置がもう全然違う。うん、それでもう自分の力を逃がしておくと一緒だから謝ったね。ちゃんとそのしたフォームでやるときちんとした力が伝わるから、この40でも重さも全然変わってくる。もっと軽さが上がる。じゃあ軽く、はい、パーを見るように。よし、はい、パーを見るように。もっとさ、もっとさ、あ、いいね、いいね、めっちゃ綺麗、うん、綺麗、綺麗、そう思ってました。めっちゃ、やっといたのかな、めっちゃ綺麗。マジで軽そうなんですけど、こんな軽くないんだよ。20キロアップずつぐらいでね、60キロ。人一人分ですよ。女性一人分。みおちゃん。私60キロ。みおちゃん3人分ぐらい。それ私20キロしかないじゃん。小学生じゃないんですか。よし、行ってみよう。これ上がんないですよ、これ。上がる、やばくて、これさすがに上がる。でかすぎるもん、これでかすぎるもん、これ。おっ、早いね、早いね、ゆっくりゆっくり。出して、壊して4、4、4、課題も決めとるよ。オッケー。でも明治が違うことになる。はい、行きましょう。もういいね。だいぶ重い。めっちゃ重そう。めちゃくちゃ重い。ゆうじくんも何キロくらいやれるか知りたい。そうですね、普段あんまり100キロくらい。100キロくらいでこんな感じだったけど、ちょっとね、あ、もうちょっとしたら近いの。あ、めっちゃ軽そうなんですけど。重いですか、本当に。重いよ。重いっす。やばい。大好きです。ハハ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 ハ。ここが結構ボーダーラインだと思う。一般人のボーダーラインがここら辺だと思う。まあ、自分の体重上げれたらいいって言います。まあそれ、うん、それぐらいで。すっごいすごい。300や、300。300、300。
あんまりやりすぎると疲れちゃう。むちゃギリギリ。自分より重いっすよ、カンさん。すごい。おい、一番。すごい。はい。すごい。結構ギリギリだったね。結構こんな軽いな。軽いな。行きましょうか。80。普通の男の人ですよ。80が本当僕ぐらいです。80なんですか。さっき70って言ってましたけど。82。80になるとまあまあ普通の人はわからんと思うよ。もう笑つもり。強い。頑張ってください、岡部さん。一回でいい。こっから先はもう。こっから先。こっから先は一回で。上がりましたね。やばい、よかったね。上がるかな。一回は上がるだろう。はい。一回は上がるだろう。ちょっとインターバルが短いかも。もうちょっとインターバル上げてやった方がパフォーマンスは取る。大体どのくらい？大体3分半から4分。ルイさんインターバル長いね。インターバル長めに取ってる。こんな関係ある。多分これでいいですね。楽勝に上がる。なんか楽勝に見える。楽勝ぐらい出そうじゃない楽勝。本当に重い。本当に重い。ここらで余裕。余裕。アップしようかな。カルガレスクあげますよ、たぶんまたこれも重いよ、さっきも重かった重いとかあるんですけど、インターバルで上げて90やりますよ。ちょっと重そうだけど、すげえ。でもリュウジさんがこれやってるといけそうに見える。重いな、でも多分100いけますね。でもまだいける、まだいける。320ぐらい上がるんじゃないですか。320。やって90上げる人はなかなかいないと思う。まあ、自分の体重にもよると思うけど、90はまあボーダーライン。上げない。せーの、はいはい、もう一度、はい、そうそう、上げる、はい、上げる、はい、もう一度、おまけ、もう一回、私何キロだと思ってるんですか。51キロぐらい。50ないですよ。45くらいじゃない。でここで体重発表しないですよ。岡部さんやらなくていいんですか。
運動の時脱落してる。でなんか普通にできちゃってるじゃないですか皆さんが。でどれだけしんどいか伝えます。そうそう。で顔下がればいい。まずこっから持ち上げられないかもしれない。行きます。いいぞ。え。肘抜けるかと思った。神田さんもやってきます。やだ。100キロに触れる男。うわ重いなこれ。重い。100だよ100。これ100上げたら初めて上げる。上がる上がる。息吸って。体を大きくするイメージ。上げろ。バケモンだ。やばいっす。やばい。ずっと違う。だもう人間じゃないっす。人間じゃない。110ですね。これで110。110? 人生で100キロのものに触ったことがない。ねえ。すごい。110は結構低いと思う。上がる？145か。そんな上に来る？え？マジで？ああ。怖い。もう。すごい。190。怖いな。すごすぎて。素晴らしい。カントさんやってみます。やってみます。あ、でもこれからトレーニング始めようと思ってる人たちは、もうどうにもこっちの方が大事。トレーニングですごく内臓を痛める。これでちょっと内臓を守ってあげると。腰もこれで守れるから、腰をこれで守ってあげる。あと、締めることによって腹圧がかかるから、パワーも。3つ得点があるよ。だから絶対にパワーベドっていうのはトレーニングでやるんだったら一気に付き合って使った方がいい。はい、バッセル。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 いくよ。失礼しました。俺ら多分これで今105。怪我しなかったらあんまり使わなかった。ブリさん160キロの挑戦。160キロ。いや、これはやったらなんすか。いけるいけるいける。上がらん。5キロなんですね。こっから上がらない。わかる。でも自分何キロでしたっけ。何キロでしたっけ。80上がるのか。80でしょ。これで今160。バケモンどころじゃないもん。160、150超えてくると本当になかなかいない。まあジムにもよるけど5人も絶対いないから。そうっすよ。見とるこっちは怖い。じゃあ一発だけ行きます。お願いします。最初行こう。最初行っちゃうね。はい、せーの。ちょっと待って、ちょっと待って、位置が悪い。せーの。もうすごい。ベンチが慣れてないんで力が出てない。すごい。じゃあここから背中のトレーニングを少しやっていきましょうか。はい、この状態で半歩上げ比べて、まっすぐそう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 上がるね。でここを壊してあげる。あ、いいねいいね。ごじゅうごじゅう。うまいうまい。はい、すごい。はい、そうそうそう。
ごい。そう。で、顎を。ああ、そう。肩甲骨で挟んであげるイメージ。下ろすの早いよ。あ、いいね。クッと上げて。はい、ゆっくり下ろす。軽くはね。すごい。これで今45キロ。45キロ。初めてやってこれができるのはバケモン。バケモンの知り合いさん、マジ。45なんてそうそうやる人いないね。顔がバケモンならできる。本当助けてくださいね。これはだ。いきます。いいよ。誰？お、上がるじゃん。おならしたい。肘が痛い。カンタさんもやってみてください。肘痛い。カンタさんね。もうピッチングしてるから。おー、あれある。お、すごい。やっぱ2回なんすね。あ、3回。すごい。OK。トレーニング始めるにあたって一つアドバイスなんだけど、はい、みんなこう見えたがると思う。鍛えながら胸だとか腹筋だとか自分が見えるを鍛えながら、これ仮想を逆にして自分が見えるとを鍛える。腕だったら散歩、はい、ここ散歩でさっきやるがバッキンで双方向で背中足もハムを中心にしたトレーニングをした。そうすると自分がなりたい体になるやつ、理想的な体になるやつ。どうしても見えるところの筋肉をこう鍛えてあげたくなるけど、見えるところを鍛えてあげる。それが一番理想の体に近づく方法。あと栄養とタンパク質、ビタミン、しっかりこれを取って筋肉をつける。ビタミンとタンパク質がないと筋肉はつかないよ。これをしっかり取ってあげて、であとはまあ炭水化物ももちろん必要だし、脂質もいる、脂質もいい。だからこれが多すぎると太くなる。朝からプレーとか。どうぞ。一番ダメなの。ダメ。トレーニング部、本日はこれにて。はい。数字から見れば第2弾あると思いますので、もう、あの、いいねとコメントもよろしくお願いします。それでは、また見てね。それ意味あるんですか？早くしたら。はい。あ、スイスキーの低い。ハンドスカティが。そう。すごい。ごめんね。あ、ごめんなさい。もう一回。疲れすぎない。はい。いいよ。
上がった上がった マジで上がった上がった、せーの、ほいここ、はい、ここ、ほい一回、やらせてください一回、ちょっと上がったよもっと反応つけて足開けすぎなんだよ。ゆっくり下ろす。それがただ上がった飛び方練習してるみたいやばい。エクサフィットマンボウワシ店です。とマシンはここかっYeah.